チャールズ・ベンジャミン、ベーブ・アダムズは、メジャーリーグ・ベースボールの右投げ・左打の投手。アメリカ合衆国のインディアナ州出身。1906年にセントルイス・カージナルスで、メジャーデビューを果たす。その年は一試合当番に終わったが、翌1907年9月にピッツバーグ・パイレーツへと移籍すると、徐々に力をつけ始め、1909年にシーズンで12勝。 防御率1.11の驚異的な数字をマークすると、ワールドシリーズでも、第1戦、第5戦、第7戦で勝ち投手となり、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。この年以降、パイレーツの先発投手に定着。長きにわたって、好成績を残し続け、1926年に引退するまでに20勝を2度、10勝を11度、記録した。 当時の野球は投げ高が低であったため、パイレーツでも絶対的なエースというわけではなかったが、それでもチームの右投げの投手では最多の194勝。1962年まではチーム記録だった481試合登板を記録した。工述する抜群のコントロールの良さも手伝って、パイレーツ史上屈指の投手の一人であることは間違いないだろう。 1922年から1926年の5年間はナショナルリーグで最年長の選手だった。1968年、ガンのため死亡した。アダムズは非常にコントロールの良い投手として知られていた。その裏付けとして以下のようなものがある。ありがとうございます。